こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です。ほんと最悪納得してもらうためにっていうような裏技ですね。はい、でカラーが終わったんですけど、カラー終わりました。思ったよりはそれなりに明るくなって、これにアイロンとか入れると本来の明るさになるんで、今まだ中にね、毛髪内部に水分が溜まってる状態なんで本当の色ではないです。あとでちょっと説明しますと。で、アイロンかけちゃうとあれなんで、今癖見ながらカットしようかなと思うんですけど、まず前髪、今回のモデルさんは前髪を伸ばしてます。で、今前髪横って今分かれてるんですよね。分かりますか？前髪横、これを伸ばす方法、前の動画でもやってますが、じゃあこの前髪を横の毛につながるようにしてあげたら、前髪は横に流れてくれるようになって一体化されます。で、伸ばす速度も速くなるっていうかな、ダミーでちょっとここの毛を使うっていうような感じです。で、どうやるかっていうと、ここから軽くこの辺だけつなげるっていう単純な、で、これを完全にラインでつなげちゃうと短い毛ができちゃうんで、これを曖昧にセニングでつなげていくような感じになります。まあ、簡単なんでやってみます。使うのは、R2 セニングを使っていくんですけど、ない方は逆刃を使っていくんですね。このセニングの逆刃持ちですね。なんで開閉した時に刃が動くような方です。ほとんどうちのヘアリシザーっていうのは削ぎで使うセニングって T2 セニングが使うんですけど、この R2 セニング自体は削ぎで使いません。ほとんどラインをある程度作ったりとか前髪切ったりとかするのに使うんで、基本ライン作るのに使ってますね。で、前髪なんですけど、まず取るのはこの、骨格なんですよね。で、グッて歯を食いしばった時にここに筋肉がこう出ると思うんですよね。ここに発達されている筋肉があるんですけど、そこのところを取ってあげて、ベースはもうそこなんですよ。この筋肉です、ここので。人によってちょっと違うと思うんですけど、そこの噛んだ時にこう膨らむ筋肉のところを丸く取ってあげます。で、コームで取ってもいいですけど、ハサミの後ろでこう取ってあげてもいいです。ここを前方に持ってきて、この前髪のエンドラインとうまくつなげていくんですね。で、エンドラインとこの最終ラインのところを、R 状につなげていきますね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、このぐらいのアングルの方がちょっと分かりやすいと思うんで、ちょっと切ります。で、今ベースはこういう風に取れてますね。ちょっと下見てもらっていいですか。こういう風なベースです。これ筋肉で合わせてますね。はい、また待ってください。で、ちょっとこのぐらいのラインで切ります。ここは一撃で切れるので、で、ここのラインからつなげて切りますね。くるっと丸めて、だいたいこれでもう一発でつながりました。これだけで前髪が長くなったんですね。これ今一撃やっただけなんだけど、前髪つながったのが分かる。これなんか長くなった感じですね。そう、これだけでつながる、前髪が長くなった。ここの前髪と横が曖昧につながることによって、まあ、もうちょっとやっていきますけど、これでここまでが前髪に見えるんですよ。そうすると前髪横っていうのがなくなって伸ばしやすいっていう感じです。よし、切ってみます。で、こっちも同様に、逆刃で切るんですけど、はい、こっちちょっと難しいんですよね。要は基本的に、ちょっと説明するの難しい。こういう感じに切っていくんですよ。分かんないな。イングラに切っていくんで、こっちの場合はイングラ作りやすいんですよ。なぜかっていうと、右利きの場合はこっちにねじりながら切れるんで、若干イングラに入りながら切れるんで、こう馴染みやすいんですよね、こっち側の方は。もう一回、ちょっとこっちね、一回しか切ってないんで、もう一回ちょっとつなげていきますけど、はい、この骨格の筋肉のところに合わせて取ります。ベースは筋肉です。で、前に持ってきて、はい、ここのエンドラインをしっかり見た状態で、これで内巻きに入ってる状態で、そっとずつ前に前方に引き出しながら切っていきます。そうすると、繋がっていきますね。
でこっちも2回やっています。こっちの場合がちょっと難しくて、これは練習しないとできないんで、あの動画を何回か繰り返してみてください。ちょっとこれは難しいと思います。ただこれをこうやって切っていけばいいんですけど、これって外羽なんですよね。これをこうやって切るのってすごく難しいと思うんですけど、切り方があって、このエンドラインにつなげていきますね。これは分かった方か結構すごいと思うんですけど、要はこのまま切っていきたいんで、これ今こう切ってる状態なんですね。左利きの人はこっち切れるんですけど、右利き切れないんですよ。なのでちょっと特殊な切り方になりますね。ちょっとこっちはもうあんまりセーニング入れれないんで、これでこっちもつながりました。まあ、ここは何回も繰り返してみていただければ分かると思います。あとモデルさん伸ばしてるんで、今日はあまりカットする気はなかったんですけど、なんか結構ぶっちゃけで言うこと言うと、カットラインが結構バラバラなので、このまま伸ばしてもバサバサになるだけなんですよね。なのでカットラインを長さは切らないで、もうちょっと綺麗にしてあげた方が僕はいいかなと思います。まずここが、まず下のラインからちょっと切るんですけど、ここカットラインがちょっとバラバラですね。まずここが綺麗じゃないんで、ここをまず綺麗に R 状にカットしています。ショーバルタン使ってます。はい、ショーバルタンでカットします。で伸ばせるベースを作っていかないとダメなんで、バックがガタガタでですね、ここはちょっとやばいんですけど、ボンノクボより上のラインのラインですね、これを僕は上から取っていくんですけど、下からコーミングして上から取って、ここをちょっとカットしていきます。なんかね、下の方がちょっとバラバラになってる感じがします。で伸ばしていく過程で多分障害になってくると思うんで、ちょっと切っちゃいます。基本的にこれもイングラで切ってるんで、カットライン、カット方法はめちゃくちゃ簡単なんですけど、ちょっとした工夫で、綺麗に切れます。ほとんど長さ切ってないけど、すごいまとまってくると思います。で、こっちも同様に上から、こっちの方が見やすいかな。はい、今サイドの毛は残して上から持ってきて、ここをきれいにつないであげます。見えますでしょうか、ちょっとボケてるかな、ちょっとカメラが追いついてないですね。これはどういうふうに切ってるかっていうと、このつむじに対して全て放射状に取ってるんですよね。なんでこのつむじを見ながらカットするとブレないんです。でこのつむじを常にカットするときに見ることによって、正しい位置で引っ張れます。これを見失っちゃうと左右ガタガタになってしまうので、常にブロックを取ったら、ここのつむじの位置を見ながら、はい、最後カットするときぐらいはちょっと毛先見るぐらいですかね。あとはずっとここを見てます。これがポイントですね。ずっとこのポイントを見ることによって、正しい位置に引き出せることができます。はい、この時もどこを見てるかっていうと、ここをずっと見てます。この点のポイントをずっと見ていくことによって、綺麗に切れます。はい、ここを切る時もここのポイントから目を離さないようにして持っていくことによって、ゴールデンポイントから放射状に綺麗に取ることができます。なので、常にこの状態でもここを見ています。今そうすると体の位置がどこが正しいのかっていう場所に移動してくれる。はい、なんで結構まあシンプルなんですけど、切り方としてはあんまりやればやるほどカットってやりづらくなるので、なるべくシンプルに切っていった方が手入れはしやすいですね。
ソンも、まあ、これボブっていうよりは、まあ、あの若干段入ってる、まあ、ボブスタイルというか、襟足の羽はこの辺は重さ飛んない方がいいんで、まあ、このままですかね、まあ、跳ねるのしょうがないと思う、多少はちょっと調べてくださいね。で、肌に近づけた状態でこういう余分なところをちょっと取っていきますね。で、真ん中に髪の毛を頭まっすぐにした状態で、左右合ってるかっていうのを確認しながらカットしていきます。ちょっとこれ見せづらいんですけどね、はい、こういうふうにこう長さをですねちゃんと合ってるかっていうのを左右確認してカットしていきます。その時はすごいソフトにやっていかないと癖が死んじゃうんで、癖は殺さないようにします。だからあんまり引っ張ったりコームで溶かしたりすると癖が死んじゃうんで、いかにナチュラルな状態で切っていくかっていうのがポイントです。それが一番やりやすいというか、もう本当に引っ張らないでノーコーム、ノーテンションがうちの早昔流でカットの方法ですね。で、癖はゴムと一緒で引っ張るともまた戻ろうとするんで逆に跳ねたりしますね。コームであんまり溶かしすぎてカットすると良くないですね。あと癖あまり削いだりとかあんまりこう癖を、まあ、僕もこう癖取ったりするカットするんですけど、ある程度重さはしっかり残した上でやってるんで、あとはこう削いなんかこう削ってしまったりとかすると逆に悪循環というか、なので結構シンプルなのがここはいいかなと思います。結構この辺癖強いんですけどね。でここで、まあ、ある程度ベースがきれいに切れたら、あとはこの癖を、癖がこっちに流れてますよね、ここで癖をちょっと殺していくんですけど、こっちに流れてるんで、これを僕は反対に癖をちょっと殺しながら、こっちにこう毛が向いてるんで、そこを毛をノーテンションで、でこっちにこう、この辺の癖はこうなってますね。そしたら今度反対側に向けてちょっとですね取っていきます。癖をちょっと殺して綺麗にあれにつなげていくような感じですね。どっちにねじるかです。癖と反対にねじります。で癖を生かしたい場合は癖と同じ方向にねじります。これぐらいの方がこの辺もすごい跳ねてますね。右側がすごく跳ねやすいんで、なぜかこっちに跳ねこうなってるんですね。相当強いんで、これはフロントの方に優しくしながら角を取っていって、ここの癖もしっかり見ていきましょう。これ下の跳ねてるのはもうこれしょうがないんで、これは伸びるまで待つしかないです。でこの辺の癖もちょっと見ながらどう動いてるのか、前に動いてるんで、バックにねじってカットします。はい、ここも、まあ、悪くはないんですけど、ちょっと前にねじってるんで、ねじられてる、こういう風に跳ねるんで、バック側に、ちょっと取ることによって癖を殺せます。でこの辺もそうですね、サイドもここもバック側にシェイプしながら、カットラインでこういうコンベックスをうまく使って、もう基本コンベックスなんですけど、なぜかっていうとコンケープ入れるとなじまないんですね。そうですよね、ギザギザしてるものってなじまなくないですか。なのでこうとんがったものとかってなじまないんで、丸さがあるからなじむんですよね。例えば手のひらがコンベックスだったら、コンケープだったとしたら、なんかこうヒレみたいなついた感じでなんか痛いじゃないですか。なんで指が丸まってるからこう優しく触れるっていうことで、やっぱりコンベックスに作っていく方がナチュラルなんですよね、自然界と考えると。
なので髪もコンベックスでうまく作っていく必要が僕はあるかなと思うんで、あえてこう削いだりとか、そういうコンケープっていうのはいらないんじゃないかなと思うんですね。いかにコンベックスをうまく作っていく、それがゴールなのかなっていう感じがするんで、基本コンベックスで全て作ります。で、毛先が優しくなるんですよね、ちょっとそのコンベックスでやることによって。で、今これ見てもらうと分かるんですけど、ここがもうこれ緩いコンベックスになってるの分かりますかね。今結構適当に切ってそうだったんですけど、こういうふうに綺麗なコンベックスがもうそれだけで作れるんで、難しいカットしなくてもこういうふうにつながるんですね。そうすると例えば今跳ねたとしても後々すごいやりやすくなってきます、絶対。はい、これ全部カットラインどこ取ってもコンベックスで綺麗につながってる状態なんで、やりやすいかなと思います。はい、カットはまあこんな感じで伸ばしてるので、まあ、このスタイルでやっていくんなら中をちょっとすいてというか、ちょっと中を切ってもうちょっとボブのラインを強めていったりもしても可愛いと思うんですけど、基本伸ばしてるので、今回はまああえてこのぐらいにしといて、これ以上いじんないようにしていきたいと思います。ちょっとね、このスタイルしたら襟足がちょっと長いんですけど、まあ伸ばしてるとすれば、まあ、それでいいのかなって感じがします。でちょっと枝毛っていうかな、毛先が馴染んでないので、大バルタンでちょっと今修正して、あと前髪も大バルタン入れた方がより前髪がつながってくれるんで、今ちょっと大バルタンで、ちょっと処理をしています。で、前髪もちょっと今つながりが甘いんで、大バルタンでもっとつなげていきます。バックシェイプしながらダイバルタン入れることによって、より前髪が長くなります。長くなるっていうのは、馴染むことによって前髪っていう存在自体がなくなってきます。そうすると、バックの髪の毛、バックの髪の毛につながっていくことによって、つながりが綺麗になるのとツヤ感が出てくるんですね。ただ前髪が今ちょっとまだ前髪の存在があるんで、8パー以下の T2 セリングでちょっと少し前髪の存在を少しぼかしてあげて、もういいかなと思います。若干今前髪の存在がまだラインがしっかりしちゃってるんで、さらにダイバルでもう一回なじましていきます。そうするともっと、これで多分見ていただくと分かるんですけど、めちゃくちゃここなじんでるんですね。で、こっちもちょっとやって、まあ、伸ばしてるんでカットはこのぐらいかなっていう感じですかね。で、今まあ髪の毛は乾いてきてるんですけど、まあ、実際のカラーの色ではないんですよね、今自体が。で、これにアイロン入れて毛髪内部の水分を飛ばすことによって、まあより明日くらいからの、まあ、本当のカラーの色が見えるんで、ちょっとアイロン入れてちょっとやっていきます。で、ただここで
これちょっと裏技で、これお客さん用の内容ではないんですが、例えばこれちょっとごまかしの技なんですけど、ちょっと思ったよりも明るくなっちゃったっていう場合、あんまりブローして返さない方がいいんですよね。毛髪内部の水分を残した方が、暗く見えるんで、ちょっとこれあまりいい話ではないんですけど、その方がお客さん納得してくれやすいんですよ。なんで変にブローしたりとか、コテも開いちゃったりすると、トーン、色のトーンって上がるんですよね。で、明日明後日ぐらいからの色が若干落ち着いたぐらいの色になってしまうんで、逆にあんまりブローとかしないで結構自然に返しちゃった方が良かったりします。で、アイロン入れると 0.5 トーンぐらい明るくなるって思っていただいた方がいいかもしれないですね。ちょっと極端な 0.5 トーンってちょっと分かんないですけど、そのぐらい明るくなっちゃうんで、それ覚悟の上でアイロン入れた方がいいと思います。じゃあ反対に暗く仕上がっちゃった、どうしようっていう場合はどうしたらいいかっていうと、結構がっちり矯正ぐらいアイロン入れてあげると、トーン上がるんでごまかせますっていうような裏技もあるんで、これはちょっとお客さん用の話ではないですけど、最悪の場合ですね、最悪の場合の話ですよ。混んでる時とか、そういう時に、まあ、時間経つと馴染んでくると思うんで、ほんと最悪に納得してもらうためにっていうような裏技ですね。なんで一般の人は話聞かなかったことにしてください。はい、これでもう馴染んでツヤもすごい出てるので、こんな感じになります。で、僕はまあこれ別に暗く仕上がったわけじゃなく、アイロンを最後入れて実際の色を見たいんで、ちょっとアイロン入れます。こう見た感じ、まあ、骨格のバランスもあると思うんですけど、右の方がウエイトが下がってるの分かると思います。こちら下がってますよね。じゃあこれ簡単に、5秒以内にここを上げる方法を教えます。 T2 セニング、あ、違う、 R2 セニングを逆刃に持って、ここのウエイトを上げる方法ですね。これをリフトした状態でここを持って、で、片方の指でここを持って R を作るんですね。わかりますか？ちょっと上げた位置、ここのウェイトを上げると多分ちょうどよくなるはずなんで、ここのウェイトを上げたいときはその部分を指拾って、右手で持って左手もロックします。人差し指と下指一緒ですね。人差し指と中指を両方の手で挟んでる感じです。で、このままリフトさせます。で、こっちだけ残して切る感じです。ちょっとやってみますね。5秒で上がるので、で、毛先のところを、で、これだけでウエイトが5ミリ上がります。ちょっと見てください。はい、で、5ミリで足りないんで、もうちょっと上げた方がバランス整うんで、あともうちょい、ちょっと鏡見ながらじゃないんでちょっとあるんですけど、もうちょっと上げたいなと思います。あと5ミリぐらい滑らしながら真横で引っ張って切れば、もうそれで上がります。こんな感じですね。左右の骨格ってやっぱ違うんで、ちょっとこっちの方が少し骨格がへこんでるんで、ちょっとこのへこんでるところの重さを上げるのに、ちょっと後ろ側のここですね、骨格がちょっと左右こっちよりも少しへこんでるこの部分、バックの部分ですね、ここをちょっと別で取って、さっきと同じやり方でちょっと上げてみました。そしたらバランスが同じぐらいになりましたね。で、逆に重さを落とす方法っていうのもあるんですね。このウエイトの重さをで上げることと下ろすことができれば、左右対称に癖を見ながらとか、例えば骨格がいびつな方とか、
まあ、あの自由自在に重さの調節が簡単にできるんですよね、それが分かれば。なんで重さを落とすやつっていうのはまた違う動画でやるんで、また見てください。1点なんですけど、ちょっと言うの忘れてたんですけども、色持ちとか、結構されたいっていう方多いんですよね。でアッシュって色の中でも、落ちやすい色なんですよ。で各色によって毛髪の内部で入る場所、入るっていうかな、染色される場所っていうのが多少違ったりとかするんで、特にアッシュは落ちやすい部位だったりするわけですね。ですので、例えばアッシュ系のカラーとか持ちやすく、持たせやすくするために、ちょっと宣伝になってしまうんですけど、まあ、宣伝っていうか本当にこれやれば持つんですけど、うちのこの扱ってるヘナウォーターとヘナジェルなんですけど、これ2つつけることによって、色落ちします。で、ヘナウォーターつけて、それからヘナジェルをつけて乾かすことによって、カラーが持つ状態の毛髪を再現できますね。再現できるじゃないや、色抜けづらいような毛髪を作れます。で、手触りも良くなって、まあ、蓄積型なので使えば使うほど手触りも良くなり、カラーの持ちも良くなるっていうような、まあ、こういう商品もありますよっていうことですね。あとなんかシャンプーで紫シャンプーみたいなやつとかあると思うんですけど、まあ、ああいう多分シャンプー剤に塩基性カラーとかが混ざってるようなものだと思うんですけどね、ああいうのもまあ使っていいかなと思いますけど、まあ、僕はあんまりちょっと気持ち悪いなと思うんですよね。シャンプー剤に塩基性混ざってたりとかするとなんかいいんですけど、それが頭皮についたりとかするのがちょっと気持ち悪いので、まああんまり使いたくないな自分的にはっていうふうに僕は思っちゃうんですけどね。まあオーガニックはい、今日も無事に撮影が終わりました。いつもお客さんにオーダーされるんではないかなという、まあ、ブリーチを使わないグレージュのカラーですね、そちらの方をやってみたんで、まあ、ぜひ参考にしてみてください。で動画結構ね、頑張って撮ってはいるんですけど、まあ、できればコメントとかでいただいたら非常にありがたいなと思ってます。結構ぶっちゃけのこと言うと、まあ、勝手にやってることなんですけど、自分の技術の動画を無料で配信するっていうのはかなりリスキーなことなんですよね。ちょっとおかしいんじゃないかとか、ちょっと違うんじゃないかなっていうアンチな人も絶対いると思うんで、まあコメントとかもらえたらちょっとありがたいなとか、まあただスルーしてね見るだけじゃなくて、まあなんかちょっと一緒に絡んでくれたらありがたいなと思います。はい、で今日もこれで動画の方は終わりたいと思います。はい、バイバーイ。じゃあねー。